今日はここに来てます。 USD マミアフィッティングラボ東京フィッターのめぐちゃんです。よろしくお願いします。はい、皆さんご存知アッタスですね。どれが一番合うのか結果を信じることにしたのでめっちゃかっこいい。出際がめちゃくちゃいい、ね、めっちゃいいかも。マミアの診断システムになります、はい、飛びの三大要素とか言ったりするんですけど、うん、だても結構止まんない。はいどうも、レッドライス TV 始まりました。よろしくお願いします。ってことで今日はここに来てます。 USD マミアフィッティングラボ東京ということでね、お邪魔してます。フィッターのめぐちゃんです。よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんご存知アッタスですね。アッタス、まあ昔からね使ってるんですけども、アッタスの中でもう今シリーズももう13キングまで来てるから、そうです、そうずっとこう長くあるんですけど、その中で俺にどれが一番合うのかっていうのをね、もう今一度知りたいということで今日やってまいりました。で俺の全てを解析していただいて、おすすめのものをね、俺に一番合うものを探していただこうという、そういう企画になっております。いろんなこうフィッティングしていく段階でね、皆さんにもすごいためになることいっぱいあると思うんで、最後まで楽しんでください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかドライバーからの流れでなんとなくでいつも 7X とか 8X ぐらい入れちゃうんだけど、果たして本当にそれがいいのっていうのも、結構ウッドでも今6とかで入れてる人っているじゃないですか、はいはい、やりすぎてるかなっていう若干まあでもなんかそのいきなり変えるのも怖いですもんね。わかりました。なのでちょっとこれ一回預かって測らせていただきます。はい。よいしょ。36。36。めっちゃかっこいい。手際がめちゃくちゃいい。37で。そう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 。硬い。すいません、お待たせしました、はいはいはい、なんかステルスにキングとか刺したらどうかなって。ああなるほどね、はい、ちょっと逆にこう合わせてちょうど良くなるみたいなね。なんか捕まないのと捕まるので、鼻から捕まるっていうのを打ったことがほぼない。あ、本当ですか、うん、元上司もうなんかイメージ的にも元上司で、まあ中か元で、はいはい、ちょっと固めであんま無駄な動きしないみたいな、もうそのそういう情報だけでいつもやってきたから、はい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 、それが果たして合ってんのかってですよ。まあそうですよね、うん、まあ、打ってみないとわからないので、まあ元上司とか、うん、まあ、先上司、あと中上司もあるし、でちょっとデータ見ながら、はい、クラブがいい動きするやつを選んでいけたらいいんじゃないかな、うん、と。悩みとしてはやっぱ右に、これはスイングの問題だと思うんですけど、うん、右にスポーンで抜けちゃうことが多くて、多いです、うん、そうですね。そう、ね、そうだからスイング自体も未完成なんで、はいはい、スイングは今なんか誰かに習って調整中とかは、あのなんか番組でもちょっと習ってたり、はいはい、でどっちかというと手で捕まえてドローを打ってたんですけど、最近はちょっとパワーフェードにしてもっと安定感をっていうので今やってるんだけども、じゃ理想はフェード、うん、できればそうですけど、うん、どっちっていうのもないですけどね、うん、安定したい、あ、まあ、打てる球で安定したいかな、うん、でもやっぱフェード打ってるとちょっと距離落ちただけで、うん、なんか気分的に嫌だな嫌だな、またドロー打ちたいなみたいになっちゃったりして、で打つ時に結構決め打ちできず、構えはドローの構えでフェード打とうとして変なことになっちゃったりとか、そこは徹底してできてないっていう感じは、でも器用なんですよね、そういう人って、うん、だから何でもできるから、そうなんですかね。でもどちらかというとシャフトはそのあまり癖のないものにして、自分がスイングができた時にどちらにも対応できるようなのがいいなっていうイメージですけどね。じゃあまあどっちかっていうとこうタイミングとか、うん、そういうのに合わせて選んでいったらいいんじゃないかな、うん、でもう結果を信じることにしたのでもう R のこれがいいですって、キングの R ですって言われたらもうそれに結果が出たらそれにする。わ、はい、かりました。そしたら早速打っていくので、はい、靴はそのままで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。OK です。じゃあ手前の打席で、はい、最初はウォーミングアップで、はい、何でもいいんですけど練習をアイアンで打てばいいですか？はい、そうですね。で、その後ドライバーで、はい、ヘッドスピードとかを教えていきたいと思います。はい、ちなみになんですけど、ボールっていつも何使ってますか？ボール、あのツアー BX、あ、ブリヂストンです。BX、赤い字の方ですかね？そうです。ボールで若干バックスピン量とかが変わるので、うん、なるべく同じものを使った方がいいです。すごいです。でもめっちゃ新品ですね。新品を。この間全部入れ替えたので。すごい綺麗な施設ですね。ありがとうございます。
できて3年ぐらいですか。あ、そうなんですね。はい、それまでは埼玉の戸田にあったんですけど、ちょっとドライバーのフェイスに計測用のシールを貼らせてもらいます、はい、反射シールを貼ります。こんな感じで反射シールを貼って打つ瞬間にフラッシュを焚いてるんですけど、それを正確に読み込むような感じ。 あんまりちょっと疲れちゃうとかないですか。全然ないです、ね、めっちゃいいと思う。練習は大丈夫そうですか。はい、大丈夫です。 OK です。そしたら、最初にドライバーでちょっとヘッドスピードとかもろもろのデータを取りたいので、はい、そうですね、4球お願いします。今日は左行くですね。さっき右しか行かなかった。ちょっと次の1球ですね、前から動画を撮りたいと思います。はい、手元の高さからですね、はい、ちょっと動画を撮らせてもらって、あとでスイングタイプっていうのを見たいと思います、はい、まあ、これでちょっといつも通りお願いします。ちょっと巻きますね。巻きますね。はい、OK です。そしたら、はい、今一番エースのドライバーも一応打っておきます。はい、そっちの方がいつも通り触れるかもしれない。なんか気をつけてることがありますか。あ、今ですか。手伸ばそうとします。あ、そういうことですね。でも今後はそうやって打ちたいってことですか。今後はそうやって打ちたいってことです。なんかしょっちゃう癖があって、で、しょってメンテンしないみたいになるんで、はいはい、伸ばしてちゃんと回したいなっていう、まあ、数時間前に思いました。数時間うんうん、ありがとうございます。でも今日は右に行かないですね。全然いない。そしたら、はい、今とりあえずヘッドスピードとか今のデータっていうのを一緒に見ていきたいと思います、うん、はい、まずですね、はい、まあ、これ1本目ステルスの方で、うん、こっちピンクの方がこっちのローグの方ですね、はい、なってるんですけど、まずヘッドスピードがまあ大体そうですね、まあ、50とか51ぐらいで触れているかなと。で、まあ、USD マミアではこの GC クワットって、うんっていうので測って、うん、まあ、これのスピードっていうのを元に見ているので、うん、まあ、トラックマンとかで測ったらもうちょっと出なかったりとか、うん、まあ、逆に速くなったりっていう人もいるんですけど、はい、まあ、とりあえず今日はまあ大体50ぐらいで見ていこうかなと、うん、はい、でこのヘッドスピードに対してのまあボールデータっていうのがどうなってるかっていうところで、はい、まあ、見たいのがボールのスピード、ボール初速です、うん、と打ち出し角と、まあ、バックスピン量っていうところを見たいです、はい。これ飛びの三大要素とか言ったりするんですけど、うん、まあ、これが安定してれば、まあ、ドライバーもやっぱ安定しますよっていうところです、はい、で、まあ、初速が出ると、まあ、飛距離が出るっていうところで、うん、初速が1上がると5ヤード飛ぶって言われてるんですね、うん、はい、なので、まあ、飛ばしたいなら初速アップ、はい、まあ、今初速出てるのでこれ以上出る必要はないのかなっていう、うん、はい、はい、ところです。で、初速が出るとミート率ですね、うん、ミート率が良くなります、うん、ミート率はボールのスピードを、まあ、クラブスピードで割った数値ですね、はい、なので今全部 1.40 以上いってるんですけど、マックスが 1.50 なんですね、うん、なのでアマチュアだったら 1.40 以上いけばすごくいいです、うん、はい、でこのローグのやつは 1.50 いってるので、これマックス効率いいですよ、はい、お、結構しっかりヘッドスピードがボールには伝わってるというところなんですね、はい、なんですけどここですね、打ち出し角が低いです、はい、そうですね、うんうん、まあ、ちょっとねそういう癖があるのかなっていうところなんですけど、うん、理想を言うと大体14度とか、はい、まあ、14度前後ぐらいで来るといいんですね、うん、なので、まあ、打ち出し角低いと、キャリーが伸びにくくなってしまうので、うん、はい、まあ、打ち出し角を上げたいなと、はい、まあ、ひょっとしたら右に行ってる時は球が、あ、もう基本僕高かった、上がっちゃう、はい、やっぱり上から打っちゃってスピン量で上がってたって3000とか4000とかすぐ行っちゃう人だったんですよ、はいはいはい、今日多分今これなんかちょっと変えちゃったかな。急にスピンがなくなっちゃった。そうですね。今だとめちゃくちゃドロップしちゃってるんですね。いつもはもうほんと3、4000いっちゃうから、スピン量を抑えるようなクラブを探して、まあステルスとかもそれで買ったんですけど、はいはい、いつもと。いつも。まあ逆に。これなんとも言えない。そうですね。まあところですね。はい。
なので、まあ、バックスピンはざっくり言うと、うん、3000超えないでほしくて、うん、1700切らないでほしい、うん、まあいつもは多分3000とかいっちゃってたかもしれないんですけど、はい、ヘッドスピードが50だったら2000とか、うん、まあ2000プラマイ200ぐらいが理想的です、うん、1800とか2100とかっていうくらいで来ると、うん、まあすごいいいで、14度ぐらいで打ち出していければ、そうです、そうです。そうするとまあ、まずキャリーも伸びるし、はい、まあ、今ピークっていうところですね、うん、これ球の一番上がったところです、はい、ここ大体25ヤードから35ヤードぐらい欲しいです。あ、そうですね。なので、まあ、マイドライバーのログの方でもまあ20ヤードとか10ヤードの、うん、やっぱ気持ち低いのかなっていうところなので、うん、少しまあ球を上げてあげたいかなっていうふうに思います、はい、まあ、それがちゃんと捕まった時に上がってくれたら、うんうん、いいんじゃないかな。開いて上がるのは当たり前なので、はい、であと打ち方ですね、こっち、まあ、このアタック角っていうところが、うん、今もほとんどアップ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 って感じなんですけど、うん、たまにこうダウンがあるかなと、うん、でちょっと内から打ち込んでるとかさっきもちょっとちらっと言ってたので、うん、まあ、ひょっとしたら気をつけて、うん、ちょっと変えたんでなんかもしれない。前は本当にもうマイナスマイナスで、あ、上から来ちゃって、うん、まあ、アッパーブロー男性で大体2度から4度ぐらい下から打ち上げるのがいいです、うん、なので今は結構レベルブローに近いのかなっていうところで、うん、それもあって球は意外と上がらないような感じにはなってきます、うん、まあ、これフィニッシュが閉じたショットの時ですね関してはもう軌道は3度ぐらいアウトサイドインです、うん、でフィニッシュがまあ1度ぐらい軌道に対して閉じてますよ、はい、ターゲットというかマットの方向に対しては4度ぐらい閉じてしまってるんです、うん、なのでこの分だけ左に行ってしまっている感じというのと、フィニッシュが閉じるとこのロフトっていうのが立つんですね、うん、なんかウェッジとかってこう上げようと思ったらフィニッシュ開くじゃないですか、うんうん、ドライバーも開いたら行くし閉じたら立つんですね、うん、はい、なのでこれが今 13.7 度で当たってます、うん、でこれめちゃくちゃ立ってます。あ、だいたい18度から20度ぐらいっていうのが理想的なので、この当たる瞬間のロフトが閉じてるのもあって立ったりとか、うん、あとはここにこうシャフトが刺さってるじゃないですか、はい、このシャフトが本当はこういう風に沿って当たってほしいんですけど、うん、その動きがちょっと少ないとかっていうのが考えられる。で今言ったアッパーはだいたい1度とか2度ぐらい、うん、これすごくいいと思います、はい、であと打点ですね、打点も結構ど真ん中、あ、そうですか、はい、すごいど真ん中来てるので、振りに関してはすごいやっぱ当たった通りの球が出やすいので、うん、ここは生かしつつ他が、ね、はい、良くなると思っていいんじゃないか、分かりました。であとちょっと最後右行ったやつだけちょっと見てみましょう、はいはい、この時に、まあ、軌道はほとんどまっすぐなんですね、うん、で軌道に対して、まあ、0.5 度ぐらい開いてますよって、これまあ、ね、ほとんどまっすぐですね、フェースが開いてどんどんまっすぐなんですけど、フェースがまっすぐの時でもやっぱロフトが立ってしまってるんですね、うん、やっぱあと3度ぐらい後ろに さらに、うん、倒れてちょっとやっぱスレーシー突っ込み癖があって上から来たりするんで、 あちょっと潰しちゃってみたいな、もうちょっとこう後ろからアッパーに行ければ、はいはいはい、その通りで、まあこれ例えばアッパーが3度だったら、うん、このロフトもあと3度後ろに倒れるわけなので、うん、ここに、まあ、2、3度になればよくないですかね。なので、まあ、本当イメージとしてはシャフトがこう前に反る、うん、まあ、ディフレクションって言うんですけど、ディフレクションしやすいシャフトを使ってあげるとすごいなんか球が上がってくる、今のまんまのスイングでも、あ、そうです、そっちになっていくってことですね、じゃないかなというところ。ああ、で本当は15度ロフトが切ってくるとほとんどバックスピン量少なくなります、うん、でなんでこれ多いかっていうと、ちょっと下っ面に当たっちゃってるからです。なるほど、半分より下に当たるとどうしてもバックスピンがいっぱい入っちゃうんですね、うん、なのでこれももったいないかなというところです、はい、で別にティーがめっちゃ低いわけでもないし、うん、で下目に当たりやすい人ってすっごいアッパーブローだったりするんですよね、うん、ボールがあって最下点が手前にあるので上がり際で下に当たっちゃったりするんですけど、うん、今レベルブローで下に当たってるので、うん、そう考えるとティーをちょっと高くしたりしてもなんか悪くないかなって、今で言うと全体的にちょっとこう前に反ってくれるといいんじゃないかな、うん、これ面白くて、人によって先調子が救ってくれる人もいれば、うん、元調子が救ってくれる人もいる。あ、そうなんだ、ね、じゃあやってみないと分かる、ね、そうなんで、ね、一概には言えないので、ちょっとね、いろいろ打ってみたいな。はい、長いですけど、まだ行きますか。全然大丈夫ですよ。はい、で、これ大事なマミヤの診断システムになります、はい、で、これがクラブの硬さを教えてくれるものになるんですけど、はい、まあこれ、今日持ってきてもらったセッティングの、うん、振動数データっていうもので、うん、振動数って聞いたことあります？でこれ振動数の表になっていて、はい、CPM グラフって言って、まあ、うちのフィッティングシステムが独自で、うん、推奨値を出してるものになります、う
まずこの青い線が今のまあレッドさんのまあ身長とか体重とかヘッドスピードっていうものから見た理想のクラブのフローの数値ですね、はい、まあこんな感じです、うん、で横が長さと番手の軸になっています、うん、なのでドライバーが 45.5 インチでこの辺が理想です、うん、はい、でこの辺はフェアウェイウッドで、まあ、こっち側アイアン、うん、で縦軸が振動数で、うん、振動数は数値が大きい方が硬いクラブで、はい、やばいクラブ、うん、白い線がマイクラブですね、はい、こうやって見るとこれちなみに、ステルスの方ですね、うん、ステルスのドライバー、うん、でステルスのフェアウェイ、うん、でシム2マックスの、はい、UT って感じです。なのでまあこれ推奨に対して、うん、まあこうやって見るとこの UT が一番柔らかいかなっていうのと、うん、これは、3番アイアンの、あそこもちょっと柔いですね、あれだと。そうですね、ところも少し柔らかくなってしまっているのと、まあね、まあこんぐらいは許容範囲って感じですか。そうですね、まあこれくらいだったらそんな打ちづらくはない、うん、いやここまで来るとちょっと打ちづらい、うん、そうですね。これってじゃあ、はい、ウェッジ3本だけやっぱ S に落とすとかっていうのはありってことですか、ね、うん、それでもいいですし、まあ、うちで考えてるのは一応これドライバーフルショットの振り感で出してるので、あ、まあ、例えば、まあ、46、52、58って入ってて、46まではフルショットするとかだったらやっぱりちょっとスローを揃えた方がいいです。だけど小技しかやらないとかバンカーしかやらないとかだったら、まあ、この辺の振動数を合わせるのは、そうです、最後でもいいのかな。でドライバーに関してはほとんどこれ硬さは合ってるのか、まあ、合ってるんです、ね、はい、でティーアップして打つものなので、うん、ちょっと硬くしたり設定する人もいます、うん、まあ、大事なのはフローを揃えてあげることで、うん、今だとドライバー打ったアイアンは同じ振り感でいいけど、うん、ユーティリティはめっちゃゆっくり振らなきゃいけないみたいな感じです、うん、でまあ、あとはブルーの線が絶対っていうわけではなくて、硬めが好きだったら硬めでフローしてもいいし、うん、柔らかめが好きだったら柔らかめでフローしても、まあ、この感じではいきたいですね。そうです、そうです。全体的に下でもいいけど同じ硬さでいきたいかな、うん、でこれちなみにテレスの方なんですけど、うん、ローグの方も気になりますよね、うんうん、ローグの方がこんな感じですね。またさっきとちょっと見え方が違うかなと。ちょっと柔らかいんですね。逆にそうなんです。黒影の方は少し柔らかい。うーん、まあでもこれもねマイナス5ぐらいなので、まあ、許容範囲です。うん、なので、まあ、しかもコース出たらこの振りからやっぱ下がりますもんね、はい、少しね、だと思います。こんぐらいは悪くないって感じですね。全然こうやって見るとめっちゃ綺麗にフローしてます。うーん、まあ、強いて言うならですけどフェアウェイウッドって地面から打って打ち込むので、うん、まあ、気持ちにもうちょっとしっかりしててもいいのかな。あ、そうですか。うん、ステルスのウッドは結構あれで打てるんですよ。あ、ドライバーは結構右に逃げるんだけど、はい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 、であれこの辺だったじゃないですか、はいはいはい、ウッドはそういう感じでもいいかもしれないですね。あ、そう、ウッドはしっかりしてても、うん、打ち込む人は全然いいと思う。今はこんな感じですよ。わかりました。どこなので、まあ、今日はこの275ぐらいの、うん、はい、硬さでちょっとね先中元ダブルキック、はい、全部一回打ってみて考えたいなと思います。ダブルキックって聞くだけで打てない気がする。